よーし、やるぞ。キングマルマイン戦です。挑みます。マルマインって確か全ポケモンの中で一番素早さが速いポケモンでさ、それが好きで、友達と通信対戦するときに初手大爆発を使って、恐れをののかせた記憶がある。そういうのもあって好きだったんだよな。まあ、ここのキングマルマインはそんなことしてこないでしょ。大爆発しまくってたらキングなんて務まんねえからな。大爆発を我慢して我慢して我慢して我慢したものだけがキングになれるんだろうなって思いますよ。うん。お、これビリー玉か。おお、手下のビリー玉か。うでかでけえ。ボングリの実じゃないか。のあ、あ、びっくりした。 逆かと思った。口の部分が目に見えた一瞬。よし、やるか。マルマインはでも別に黄色く光っててもいいんじゃないかなって感じするけどね。電気ポケモンだろうし。あー、痛い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 。うおーうおー、なになに、大暴れじゃねえか。よし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 、これはこれでありだと思うんだけどな。うわた、危ない。痛い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 、これやばい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 な。は、お供のビビリ玉っつうか、古文のビビリ玉を爆発させるんだこいつ。代わりに自分じゃなくて、自分は爆発しないけど古文をどんどん、あ、ほら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 、ブラック企業の社長みてえな。やめろやめろやめろ。これなんなの、これこれ、なんなんだこの、やめろ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 。痛すぎる。お前そんなにビビリ玉をこき使って何度も思わないのか。それでもキングかお前。そんなに、あー、いや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 、うわ、危ねえ。うわっ、うわ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 、怒ってこいつが爆発するって、やばいやばいやばい。よし、オッケー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 、よしよし、ポケモン投げ、戦い、いけ、鬼浦、いけ、よし、チャンス掴み取る。でかー、ちょっと触れただけで大爆発する。あー、痛い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 。大丈夫か、リュウラ。あ、やばいやばいやばい、麻痺しちゃったよ。これは麻痺直さないと。あー、ない、麻痺直す身が。くそー、しゃあないか。オニーラ頑張れ。なんとか麻痺を通り抜けて、フェイタルクローだ。叩き込んだれ。にゃー、オニーラー。あー、よしよしよし、雷意外と当たんないんだぜ、今も昔も。いけ、オニーラ、いけ、フェイタルクロー、毒だ。よし、丸まい、おー、しゃあ、ナイス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 だ、俺、ナイスだ。よし、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 オッケー。意外と早いな、復帰が。よし、オッケー。あ、青になった。おお、おしゃ、おしゃ、おお、う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 お、なかなか投げるタイミングがね、どんどん難しくなってってるな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ちょっと待って、なんなのこれ、またなんだ、おーよい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 しょ、いや、痛い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 、よし、オッケー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 、おー、ちょっとちょっと、これどうやって返すんだろうな。よった、ちょ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 、あ、痛い痛い、やばいやばい、まずまず、うおい、あ、よく耐えた、よく耐えた、うおー、うおー、やばい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 、今これやばい、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 うお、ちょっと危ねえ。よし、オッケー、いけー、オニューラー、よーし、さあ、フェイタルクロー、もう一回やってください。耐えろ、よー、よー、耐えた、力いっぱいのフェイタルクローで、いけ、V を示すんだ、やってやんな、ナイスだ、いいぞ、よし、投げ、よし、いけ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 、よいしょ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 、うごっしょ、よいしょ、おいていていて、うん、あ、負けたんかい、あー、マジかー、強えな、強いな、マルマイン再挑戦しよう、うん、ゲージ引き継ぎ、ゲージ引き継ぎなったんだ、ゲージは引き継ぎましょう、うん、ちょっとずるだけどね。いやでも再挑戦でもいいな。ちょっともう一回再挑戦するか。うん。
冷静になろうぜ。あのなんか追っかけてくる電気玉をさ、回避するにはどうしたらいいんだろうな。こうやって正面向かえばいいのかな。これずっと追いかけてくるよな。ぶっちゃけこの時はずっと逃げててもいいんじゃねえかって感じするよな。こうやって逃げてるしかないよね、これ。逃げて、たまに当てて、逃げながら、おお、結構出すじゃん、これ。よいしょ。よいしょ、あー、これ無理だね。これ厳しいな。ダメージ覚悟でもう投げ続けるしかないのかな。あ、痛い。おじょ、オッケー。あ、この時ね。はい。これはいいよね。これ待ちでもいいよな、正直。よし、行こう。オッケー。よし。で、やっぱこれ待ちでいいんじゃないかな。だから、マルマインが我慢できなくなったところを狙うみたいな。文字通り、マルマインに対する正しい戦い方かもしれない。あー、なんで俺の攻撃当たんねんだよ、チクショー！あー、イライラしてきたーって言って、マルマインが、ぶち切れて、こういう行動に移るのを待つみたいな。だから我慢のゴルフみたいな感じよ。この繰り返しなんじゃないか、正直。おっと、あれ、どこ行った？そこか。よし、OKOKOK。恐れず投げろ。よし、恐れず投げろ。意外とつぶらない瞳してんだよな、丸前にな。よし。これは逃げよう。これ逃げてればいいんじゃないかなって感じ。すごい動くじゃん。摩擦やばそうだな、下の方の。炎が発生しそうなぐらいの。よし。これは逃げていいんじゃないかな。はぁーみたいな感じ。おーよいしょ。痛い。あ、オッケー。よっ。よいしょ。これは逃げる。逃げるんでしょ。これはこう、転がんないときついな。よいしょ。OK。で、よし、行こう。行け、二浦。大二浦。雷一発耐えられると分かったからな。もうフェイタルクローで行っちゃうぜ。よし、頑張れ。急所の当たり限りできる。ニューラー、まずい。ニューラー頑張れ。信じるぞ俺はお前のこと。しびれを取れ。よーし、ナイスだ。俺とオニューラーの絆の勝利だわ。あとは任せろ。よし。もう関係ねえ。もう投げろ。いいよ。投げろ、もう投げたもんかさ、ほら、あー、よし、いったか、よし、ちゃんとゲージ引き継がずに再挑戦して V を示したよ。椿も納得でしょ。リトライするのはいいけど、ゲージ引き継ぐなんて認めないからねとか言い出しそうだからな、あいつ。ちゃんと再挑戦したぞ。あ、みんなレベル結構上がってきたな。荒政先生は53だよ。あ、ちっちゃい。丸前はちょっと1回ぐらい手持ちに入れたいよな。ウォロさんとかテルとかさ、あとのぼりさんとかとのバトルで丸前に出して大爆発、ボーンみたいな衝撃を与えたり。ガズスピレットありがとう。ビリー玉をゲットしたんでね。なんたることだ。やばい、リトライしたのバレたかな。おお、膝から崩れ落ちた。沈村を作ったもの、いざ新王様のご加護がなくなると寂しい気持ちいっぱいだよ。俺は丸前が苦しみが時計の垂れ、ほっとしているように見えるぜ。それは兄貴のそういう思いを投影しているのさ。まあ人は自分の都合のいいように物事を見る習性があるからな。新王様が怒るんだったらまたもう一回亀屋落とすと思うから、うん、ああ帝国通りっすかね。ちょっ
こっから残業だと思いますけど、大丈夫ですか。うん、しお様と行動を共にいくつか思い出したことがありましてね。おお、はい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 。ほとんどの人がポケモンを捕まえ仲良く支え合って生きています。うん、やっぱ私と同じ時代のどっか別の地方から来た人なんだ多分。おいおいおい、ポケモントレーナーね。おのおとポケモン期待高めを目指し、ひたすらポケモン勝負を繰り返していました。うん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 、すべてと分かり合っていったのです。ポケモンと人が力を合わせ道を切り開く。ポケモンだけが強い、ポケモン必要以上に恐れる。それでは時代は変わりません。そうね、いやちょっと覚えてないんですよ実は、すいません、名前以外覚え出せなくて特に心配するでもなくむしろあの目は、あ、こいつ嘘ついてるなって言って薄目になってる感じすら覚えるキングの異変で騒いで俺たちにできるのか、何か試されているのかよ。なんかそういうポケモンと人が手を取り合うきっかけになる、きっかけを作るために俺とかのぼりさんが時空の裂け目から落ちてきたのかもしんないな。あ、分かった。ああ、そうね、そうね、だポケモンと一緒に成長していけってことですね。今後だにさ、新王さんの教えを話してくれ。よく聞けよ。悲しんではいけない、怒ってはならない、あらゆるものを友とせよ。おー、椿が一番足りてないじゃん、椿に必要なやつじゃねえか。悲しんではいけない、怒ってはならない、新王様は悲しむ時が止まるだ。何の音楽これ。皆さんはさらに精進を高めという目的地を目指し、ひた走ってくださいませ。もちろん新王様の高めでは次なるキングです。ああ、そうね。ということは次のキングの居場所を知ってるな。ポケモンを恐れぬ方がいると、翡翠の皆さんも意識も変わるでしょう。ポケモンは決して怖くないと。そうだよね。多分そのために、私って、時空の裂け目からここに来たんだわ。ああ、自分の使命感をちょっと思い出したというか、自分がなすべきことが分かってきたわ。決意新たに、子供に戻ろう。これまでの歴史を大事にしつつ、より良い未来のために宇宙を作る時間を司る新王様も御心なのかもな。この椿、己を磨くことで丸まいをより輝かせるとしよう。うん、丸まい本当にあの布とかで磨けば光り輝きそうだしな。キングどこ行った、あの中で寝てんのかな、キングね。しかしビリリ玉は刺激しすぎだろって感じですよね。いい迷惑だよね。うん、やっぱり沈めてよかったなと思うわ。うん、あのままだったらビリリ玉がさ、絶滅するかもしれない。次なるキングがいなくなってた可能性が高い。だからこれでよかったんだ、多分。もうこれなんだ、ああ、沈め玉か。よし、じゃあ戻るか。ね。じゃあベースに戻ろう。よいしょ。36ベースに移動します。よし、やめはんか、じゃあ報告して帰ろう。結構捕まえたな。うん。そうそう、ピクシーも捕まえたんだ。そう。親分を3匹ほどか。ジバコイは親分じゃなかったんですね。うん。OK。ん？結構もらえた。ポーチ拡張おじさん1回分だな。うん。よし。あ、コダック。オッケー。あ、深物も更新。あ、ドクロック更新された。よし、じゃあ、ドクロック先輩には。一回休んでいただいて別のポケモン連れていこう。あ、ビークイーンがもうちょっとか。あ、エアスラッシュ。あ、エアスラッシュもう一回でいけるな。うん。あとは早技とか使えばいいか。うん、オッケー。うん。スコルピもオッケー。ピッピもオッケー。うん。オーニューラは？あ、フェイタルクローやればオッケーだな。よし。じゃあ帰ろう。うん。洞窟に丸前に沈みました。よし、行こう。まずは承認、ランクアップしてからだな。お、玄蔵さんまたですか。
ああ、山原の写真を子供たち見せたらお化けだって喜んでいてありがとうね。ああ、そうなんだ。よかった。お化けだ、怖い、この写真が怖いにならなくてよかった。どれどれ、これはこれ嘘鉢じゃないか。いや、違う。なんだろうな。うん、いや、これ、いや、ポケモンだと思うんだけど、なんだっけな、うん、いた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 、うん、次の大地に出てくるのかな、顔の写真のポケモンは。オッケー、じゃあ探してくるよ。よし。で、ちょっと服装変えようかな。うん、服変えよう、服。服を買う。長袖着ようかなって思うわけですよ。ポケモン道中じゃなくて、この、要素、あ、要素いいよな。ディーラーみたいでいいよな。空手はちょっとな、半袖になっちゃうしな。要素にしようかな。やっぱり、清掃でいきたいな。黒にしよう。これ黒じゃねえんだ。黒ないのかな。あー、ないのか。これだと夜分かりにくいよな。目立つ色がいいかな、やっぱりな。ダンディー坂のスタイルでいくか、じゃあ。オリベ、ああ、いや、これでいいや。暗くても見つけやすいでしょ。夜でも分かるみたいな。意外と高いね、これね。OK。で、靴も下駄から、いやー、下駄は買いたくないな。革靴ないですか、革靴。寒冷靴。ブーツ。あ、ブーツね。あ、かぶいたセット。直旅。あー、ブーツがいいかな。ブーツを、これにしよう。高いな、ブーツ。メガネはね、サイクロプスじゃないか、これじゃ。あとは、帽子ね、お面ね、鉢巻き、ほっかむり。どうもしっくりこないな。この様相、やばいな。これでいいや。でもなんかエリートトレーナー感ないね。現代に戻ったらギャンブラーの塩ちゃんが勝負を仕掛けてきたなると思うな。でもどっちかっつうと髪型はいいかな。あ、髪型変えよう、気分転換に。依頼、なんか依頼受けてたっけ。あ、そうだ、ムーマ捕まえてこいって言われてたんだ。そうだ、ムーマ見せよ、ムーマ手持ちに入れたいな、次。ムーマ、じゃあこっちのムーマにしよう。見せてあげる。ムーマかわいいよな。夜泣きをすると言われ怖がられているけど、じっくり見るといいような、うねり揺らめきなびき方。ひらめいた。あ、オッケー。試していこうかな。仮眠をさせてくれ。新しい髪型とは、歌舞伎もの。あー、なるほどなるほど。巻き髪あるでしょ。目隠れ。あー、いいじゃん、いいじゃん。ウォロスタイルね。ハイカラおかっぱ。わーこれはこれでありだな。ちびまる子ちゃんみたいな。あとは、あ、じゃあ目隠れにしようかな。目隠れ、うわー、かっこいいわ。かっこいいつが、これは一回は経験しておきたい髪型。で、白。あー、いい、知的な感じ漂うな。これにしよう、これを決定。お願いします。ちょっとここに来てから染めまくりだな、俺。金色にしたり、白にしたり、黒にしたり。髪が傷んでそうだな。いいな、おしゃれって感じだわ。
おお、雰囲気がらり一変。誰って言われそうだな。ああ島越隊長とか、え、誰みたいな感じ、絶対言われるな。どうも、しようです。うん、オッケー。うん、よーし。あと3つ。うん、ギガトンボール。ああ、やった、すべてのレベルの爆盛りいいこと聞く。やったね。うん、ギガトンボール、オッケー。うん、島越隊長ってランクいくつなんだろうな。8とかかな。ね、電木団長は10なの。いや、電木団長はそのランクとかないんだろうなって感じ。あの耐性図みたいなの見たよな、銀河団の。銀河団耐性図みたいな。団長電木みたいな、隊長島越、建築部部長サザンカみたいな、それぞれの等級も見たいな。サザンカ、ムツボシとかさ、どっかにありそうだけどな、そういうの。ないかな、団長の部屋しかねえか。どうもどうも。うん、信用さんも試練ではないかと、そう考えているのはな。その考え合ってるかどうかは分からないが、信用様とやらは何故キングたちを荒ぶらせる。何か起こっているのか、それとも人とポケモンの仲を裂こうというのか。ポケモンの考えることなど人には分からぬ。それです、その姿勢がダメなんですよ多分。ポケモンの考えることなんていう人間には分からない、それがいけない。団長、私はちょっと今日は言わせてもらいますよ団長。え、なんですか、なぜ開いたんですかね。なんだろう、なんでだろうね。あ、分かりました、ありがとうございます。うまく言い切れられちゃったな。そうなんだ。最高の芋餅、いつも美味しいよ。うん、あ、電木残りなんだ、なるほど、だから最高の芋餅をってことか。うん、これほどの食欲刺激すると、え、そんな違うの、マジで。電木団長専用の芋餅ってこと？むしろあれか、金を積めば最高の芋餅を出してくれってことか。芋餅にもランクがあるのか。じゃあ一つ星芋餅、二つ星芋餅みたいな。なるほど、なるほどね。なんかうな重の波状特上みたいな、そんな感じか。特上芋餅って感じ。違うんだ味。材料は集めやすくなったとの話を聞いたことがあるのです。お前はすごいな、どこの誰かわかんないのに。今では翡翠地方の救世主だぜ。潮君は危機な任務をこなすことで皆さんの信頼を得たのです。まさに行動は自分のイメージを映し出す鏡なのです。まあどこで誰が見てるかわかんないからね、うん、自分の一挙手一投足をね。うん、行動によって教えてくれます。潮君がどこの誰であると関係ないのです。調査隊に鎮座り、寿村の仲間なのです。やっと認められたってことかな。翌日、早起きはいいよな。おお、団長、早く起きたところで何かするわけでもないくせに。まあでも三文の徳という言葉があるからな。あるってのさ、ああそうだよね、うん、電木の旦那呼ばれたし、うん、それは私も同じ、遠路はるばる駆けつけたの。私の方が早起きだからね。朝からうるせえな。そうだね、うん、朝からちょっとそういうなんか言い合いはしたくないよな、うん、朝はちょっと血圧低いからね。ああわかるわかる、多分また次のキングのことでしょう。俺もなかなかの色物枠になってきたな。この3人の中で並んでて。
赤、赤、青、黄色って感じで。キング、クイーンは4匹。あと何匹？あ、そう、あと何匹？あ、いや、いや、大変でした、本当にもう。うん。はい。どうなることかと心配したけど。あったとき空から落ちてきた前人がこうも活躍するとは、世の中分からねえもんだな。純白の糖度、クレベース、クレベース、ごめん、クレベースは知りません。出てこない、顔と名前が。あ、名前出てきたけど顔が出てこないよ。クレベースの最大級キング、ついに雪山か。長袖してよかった。よし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 。お、なるほどなるほど。今回は3つの団が協力しちゃうってこと。クレベースのキャプテンいるんだよね。うん、もしかしてクレベースのキャプテンは関と海ってことかな。別でいる。よし、うん。空から落ち、どれだけキングを沈めようとも空から落ちてきた怪しいお前を疑う人間は少なからずいる。それちょいちょい挟みますね、なんか。で、僕団長も俺がさ、沈めに行ってる間そういう噂話をさ、シャットアウトするそういう活動をしてほしいんだけどね。よからぬ噂を流している人には電木団長自ら行ってちょっと諭すみたいな、そういうことしてもいいんじゃないでしょうか。まだまだ行動で示していく必要があるんですね。全部沈めればそういう声もなくなると。わかりました、頑張ります。あ、これはポーチ拡張おじさんの流れ。あ、違う違う違う、ギャー、え、島星隊長はギャーって言った。どうした。あ、どうした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 、どうした。おお、ケムスじゃん。あ、刑事、テレポートでケムス外に出した。あー、島星隊長、虫ポケ苦手なのかな。おお、テレポートは別のポケモンにも使えるのか。あ、はい、あ、そうですか、はい。なんだ今のイベント。君だけと言っても過言ではない。任務を完遂しろ。承知しました。さっきのあれは黙っといた方がいいですか。うん、はい、わかりました。兵士ねえ、疲れたろう。依頼も受けようかな。ピッピの月見会、俊平さん、ピッピの手術。はいはい、わかりました。で、方向音痴ノズパス、うん、はい、わかりました。本当にたくさんあんなぁ。 EV の進化先、うん、 EV の進化先はちょっと見てみたいなあ。その前にポーチ拡張おじさんに、うんうん、あ、そうだ、この人入れあったわ、やんないと。うん、はい、じゃあ教えてください。あー、ちょっとまだね、お金貯めてからがいいなぁ。でも一個だけ、うん、高いんだよ。どうせ次3万円取るんでしょ。うん、うら、出た、もう高すぎんのよ3万円って。あなた最初いくらだったと思う。500円だぜ、60倍だよ。やばいわ、この人以外に知ってる人おらんのかね。あ、依頼がたくさん出てるな。あ、また髪型増える系？ OK。じゃあこの辺はやっときますか。